おはようございます。昨日ちょっと撮れなくて、今日から1週間スタート、平日1週間スタートしていきたいと思います。また今週も頑張っていきましょう。そう、これおー、はい、おー、そう。こういうの、まあ、諦めてる仕事か。ああ。でもなんかそれ、あ、そうそうそう、みたいな。こうやってこう、この回転って、片足だからこうかってこう、引っ張って、で、なんかここの、こういうのもいいっすよ。ああ、うん。ちょっと、ああ、上がるから、その瞬間にタックルいけるもんね。そうそう、お尻で。そうっすね。で、なんか。まあでもいなしだよね、要は。いなしだ、ね、無理にしたりとか、こうやってガッツさせちゃうと、これバチーンって。あ、これいいんじゃないですか。なんか、こういうのも。あ、はい。こう、なんかだってこう目当てて、見えた。あ、無理無理。の練習に。進めないもんね、なんか。してまくさね、うまいけど。してます。相手の姿勢によって、押されないところなんだけど。やった上。あ、これぞ。釣り屋。ちなみに来たらって思う。うわで、僕の手使って、ヤマトさんも、そう、なんか、こう。こうは、なんかもう遊びですね。おー、うん、なんか、とにかく相手ここもできるんだ、これ。あの、立てて。あっあまあ、これは必要っすね。来た、もっと早く動かないと。あ、そうそう。中から切り込むパスにする。うん。来た、かっこいい。なるほど。ピョっていけんの？ジャンプなのかちょっとわかんないけど、これは。マジ？まあ、やれれば。で、歩きは歩くのね。ここか。ここにだよ。で、あ、そこもくぐるんだ。はい。こうとか。おお、えー。はい。ミタック。書いて。あ、ビルドで軸に。うん。洗練されてる。なし、どう。文字を押して。で、来るの。大人だったらそれやる必要ないのっていつも思ってて。うん、そういうことっすよね。うん。じゃあシュー。お疲れー。お疲れです。今日試合前ラスト道場。はい。一発やってきます。行ってこい。です。お疲れ。お疲れ様です。ちょっと待って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 。ちょっと待撮影もあるっていうことなんで、そちらに行って、で、夕方とか、まあ、夜からカルペディウムバンフにもうそのまま直接行ってクラス指導です。頑張りましょう。眠すぎて酸素ボックスにを真っ暗にして、入ってます。これで一回睡眠します。でも朝からいろいろバタバタして、今家の掃除もして、で、これから
浩二さんと練習して、キッズクラスやって髪切ります。ショートだ。はい、髪切りまして、好きですね。うん。その。どういう顔なんそれ。ごっちゃんです。ごっちゃんごっちゃん。お疲れ様でした。完全に溢れ返っちゃった。やばい。うまいね。なんだよお前。なんだよ。アホだね。時どういう時なのかというと、相手が腰を横に崩してきて、このようにしてパンツを持ってで足を抜いていくという、こういうパスがあるんですね。まずは脇を刺すっていう行為をまずやめないことですね。これをやめないことで、この時に脇の刺し方はこうじゃなくて逆側に返ります。なぜそうなるのかというと、手のリーチの問題ですね。このまま刺していくとどうしてもここに食いついていってしまうので、あんまり力が入らない状態です。これを手の甲で返すことによって、相手の裏側に手の甲が引っかかるような状態になって、リーチが長いまま、相手の脇をキープし続けるっていうのに、これが最適というわけで、遅れた場合は相手の袖を持ちます。この脇差しから袖持ちに切り替えます。で、こいつが取れたらこれを足を組み替えて、足を組み替える理由はこれ蹴られても足が抜けない方向に入るので、こうすると大丈夫です。タイミングではもう使えないんですけれども、遅れてしまったら足組み替えてください。で、これパンツ持ってます。そしたら切ったタイミングで手をこっちに出します。その時は、持ったグリップは全部離します。切ってこっち、